あらあら、どうしたの？まあ大変、膝をすりむいちゃってるわね。任せなさい、とっておきの術で治してあげるから。痛いの痛いの、飛んでいけ。大丈夫、すごく効くんだから。それ、飛んでけ。もう一回、飛んでけ。
たぎるの。いいわ。魔女の里か。思えば訪れるのも久方ぶりになるな。まあ、せっかくの機会じゃ。案内するからいろいろ見ていくがよかろう。姉さんもよ、気にかけてくれてる人がたくさんいるんだから。はいはい、わかりました。でもちょっと楽しみね。はい、リスナーの皆さん、アーベントタイム出張版です。今日は久しぶりの里帰りということで、昔お世話になった方のところに来ています。って何いきなり録音してんのよ。隠れ里も姉さんにかかれば型なしね。妖精の湯、クロスベルではなかなか温泉はお目にかかれなくてな。新街区にはスパはあるそうだけど、せっかくだしみんなで使っていく。いいの、姉妹でどれだけ育ったかわらわが確かめてやろうぞ。おばあちゃん、まったく。
らいなさい。なんというか、私もうかうかしてられないわね。姉さんにそう言ってもらえると嬉しいわ。ここにたどり着いたということは、すっかり立派な魔女になったみたいね。ちょっと意地悪だったかなとも思うけど、ここまでよく頑張ったわね。お母さんも嬉しいわ。それじゃあね、みんな、愛しているわ。
ありがとう、お母さん。私も大好きだよ。